今週のラインナップはアンダー14新人戦が始まりました。グリーンスコーレ新たな幕開け、トップチーム最終節の結果はこの後すぐ。総合型地域スポーツクラブワンソウル .C 福岡の魅力をたっぷりお届け。中学2年生の新人戦がスタートしました。ウォーミングアップの前にはビジョントレーニングをして視界を広げます。その他にも体の軸を整える体操をしてウォーミングアップに入ります。試合前のミーティングはとても重要です。だがしかし声出しもめっちゃ重要。数ヶ月ぶりの公式戦なので緊張した入り方をするかと思いましたが、なかなかどうして悪くない入り方ができていました。この日も選手たちによってはいろんなポジションを経験しました。というのも中学2年生から3年生でようやくポジションの適性がわかると言われています。選手の性格や人間性、そしてフィジカルやインテリジェンス、体の大きさやスピード面なども考慮して最適なポジションへ導いていきます。選手たちはコマではありません。選手たちはみんな磨けば光るダイヤの原石です。もちろん輝くまで時間がかかる場合もありますが、その時間すらも楽しんでいきましょう。右からクロス、スルーをして中でかわす、そしてゴール。この日初めてフォワードに入った宗志くん、ナイスシュー。調子乗んじゃないぞ。あ、これまたかわして、ナイスゴールだ。ブラボー。フォワードのデミ戦どうですか。いや、まあこぼれもらうのもストライカーやな。何ストライカーになったんこいつ。いや、多分ストライカーじゃないキーパーも誰もおらんのに外したね。はい。いや、ちょっと見えない壁も感じました。見えない壁、感じダメや、はい、俺のじゃない。イブキ点取った。多分取ってないです。取ってない。なんかアシスト3ぐらいです。うん、素晴らしい。俺のじゃない。大輔、クリーンシート次もお願いしますね。はい。グリーンスコーレの新たな場所として空き家と農地をルパンリーダーとミノルさんが探していますよ。いいですね。これ貸してないですか。いけるのかこれ。昔は鹿から勝間に、勝間から鹿に抜けるための馬車道。馬車道か。新しい。すごいな。お、椎茸が出てる。この木自体に穴がポトポト開いとるやん。これに金を植えてる。もう一回で食わん。どこで入れたんですか。まあ、キバキ入れてんじゃないですか。いや無理っしょこれ。ちょっと待って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 、ちょっと待って、いやマジで待って、ちょっとこれどかしましょう。シャレだなシャレだな。落ちる落ちる落ちる。いやちょっと待って待って、ストップ。こんなとこ車で来る人おる。すげえな、すげえすげえ。さすがに俺ぐらいしかおらんけどね。いや、そうでしょうね。俺だけはもう、すごい。もうやべえ、怖えわ。道が見えた。かわいそう。こんなのがうようよしとっちゃけんが。で畑がここ。あ、あれ小麦か。
広いっすね、うん、鳴ってますね。何ですか、みかん。応援ですか。はい。トップチームに期待していることは何ですか。勝つこと、圧勝することです。知念先生、はい、今日試合前に治療ですか。はい、はい、そうです。今3名ぐらい調整をしました。特にあれか、特にあそこの人体、人体ないやつか。人体いつからないんですか。5年前。どこでなくしたの。クローバルアリーナ。どこがないと。前十字人体どこですか。前十字ホーツにて、膝が前に出るのをこっちに止める役割。なるほど。それがないんで、今ひねったりとかすると膝下が前に抜けるような形になるんで、それを止めるように。それでもまだサッカーするんですか。求められれば。かっこいい。オービーの集め。また元気やってます。応援に来たってこと。東京は。そうですそうです。同級生は？ユラとヒロキ。この男とヒロキ。この男ですね。今日は応援ですか。はい。どこから？博多からです。博多から応援に。はい。期待してることなんかありますか、トップチームに。最後の試合なんで勝ってほしいです。かわいいやんそれ。見せて見せて。はい。どうしたん、自分で作ったん。これ、これだね。はい、誰応援するんですか。銀利、応援来たんですか、今日は。はい、そうちゃん、応援、応援。トップチーム最終節、勝てば3位以内が決まる大切な試合でしたが、コーナーキックからまさかの失点。その後、すぐさま右サイドを突破してマイナスに終わり返す。これは同点ゴール。よっしゃー、ナイスゴール。その後もボールを持つ時間は増えましたが、なかなかチャンスがつかめず、逆に相手に追加点を決められてしまい、1対2の惜敗。昇格は来年に持ち越しとなりました。こちらは低学年のキッズフェスティバルです。相変わらず天然芝で気持ちよさそう。羨ましいね。相変わらず低学年はいつも無邪気でいいですね。そうそう、その笑顔のまま。高学年になってもこんな感じでずっと続けていいんですよ。急に変なスイッチ入れないでね。あ、お父さんお母さんですよそれ。和也くん、今日新しいことやってみよっか。無理って半分ぐらいの子が言うんですよね。これってなんでかわかります。失敗することをダメって思ってるんですよね。みんな失敗は全然ダメじゃないです。それよりも無理っていう言葉を出してる方がダメですよ。新しいことをするようになったときはできるとまず言ってみよう。よし、和也くん、じゃあ爆中やってみよっか。できる。本当に。できる。やる。よし、やれ。綺麗に直してね。綺麗に片付けて。綺麗じゃなかったらどうなるか分かってそうやろうな。どうなるんすか。いかがでしたでしょうか。今週の We are all one。 いろんなカテゴリーがあるから、始まりがあり終わりがあり、また始まりがあります。自ら引退しない限りは次のステージが用意されています。だからこそ失敗を恐れることなく強気で
全力でプレーをしていこうぜ。イエイ。フォーソウルティップスにご興味のある方は概要欄の連絡先までご連絡ください。 YouTube ショートありがとうシリーズも一見、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。てててて